7ヶ月ぶり日本代表復帰から 1G2A と躍動した伊藤淳也が喜び。ゴール後の一例は感謝を伝えたかった。日本代表はいつか、2026年北中米 W 杯アジア最終予選の第一節で中国代表と対戦し、7対0で勝利した。試合後、伊藤淳也がフラッシュインタビューでコメントを残した。ゴール動画、 日本がゴールラッシュ。日本代表バーサス中国代表詳細。3-4-2-1の,の夫人を採用した日本は、12分に久保武房の左 CK から遠藤渡るのヘディング弾で先制。前半アディショナルタイム2分には同安立のクロスに合わせた三笘薫がヘディングシュートを流し込み、2-0で折り返す。迎えた後半、日本は52分。 58分と立て続けに南の匠がゴールを挙げる。さらに約7ヶ月ぶり代表復帰で投入された伊藤淳也が77分にチーム5点目を挙げると、前田大然の6点目、久保の7点目もアシスト。伊藤が1ゴール2アシストの活躍を見せた日本が大量7得点で最終予選白星スタートを決めた。 2023年10月に行われた親善試合のチュニジア代表戦以来の代表通算14ゴール目を挙げた伊藤は、結果にこだわりたかったので、ゴールできてよかったですと安堵。また、投入された際にスタジアムの観客から大歓声を浴びたが、本当に応援してくださっている方々の声が届き、力になりましたとサポーターに感謝した。またゴール後、 ボール裏の観客に向けて一礼したことについては、感謝の気持ちを伝えたかったので、あのような形になりましたと説明。次戦に向けて、まだ始まったばかりなので次もしっかりと勝つことが大事。次につなげられればと思いますと語った。日本はこの後、10日に行われる第2戦でバーレーン代表とのアウェー戦を迎える。